はい、皆さんこんにちは。ヒーリング系インディアンフルートの尾崎元明です。この動画チャンネルはインディアンフルート、ネイティブアメリカンフルートに興味があるとかね、ちょっと吹いてみたいなという方が実際に始めていただくきっかけになればと思って作ってます。それからもうすでにね、インディアンフルートやってますよっていう方、ね、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。ということで今回はね、フルートで克服できるの？リズム音痴ってことですね。はあ、インディアンフルートね、この楽器は、別に拍子とかね、テンポに乗れなくても OK な楽器ではあるんですね。もう自分が思ったまんまにね、こう、なんとなく雰囲気で吹くっていうのは絶対ありなんですよね。ただね、自分なりに曲っぽく演奏したりとか、あと人に合わせてね、まあ、合奏っていうこと、アンサンブルとかね言いますよね、まあ、人に合わせて演奏するんだったらやっぱりテンポや曲の流れに乗ってね、流れに乗って演奏する方が自分にとってもやっぱ聴いてる人にとっても分かりやすいんですよね。でリズムの乗り方っていうのは、まあ、例えばそのトン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 っていうリズムの音があるとしたら、それに対してリズムを取ってからせーのって言って乗り込む、それから音と音の間、間をね感じるっていうことが大事だよってことをね、以前の動画で言いました。まあ詳しいことはリズム音痴解消法という動画でね解説してますので、まあリンクをね動画の下の方に貼っておくので、もしよかったらねご覧ください。でね、多くの曲がだいたい4拍子とか3拍子で成り立ってるんですね。まあ特に今回は4拍子に乗る練習というのかな、トレーニングをしてみたいと思います。でね、まあいきなりいろんなことをやりながらリズムに乗るっていうのは難しいので、まずはね4拍を感じながら音を伸ばす。4拍っていうのは音を4つね、4フォーカウントに4つカウントするってことね、トン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 ね、4つカウントするってことですね。はい、4拍を感じながら音を伸ばし続けて、今度はその次の4拍はお休み、まあお休みというかカウントするだけ、音は出しませんってことね。でその次にまた音を出すっていう繰り返しをしてみましょうかね。ちょっとじゃあリズムをね流してみますよ。じゃあやってみますよ。1、2、3、せーの。どうでしょうね、できました。簡単ですよね。あ、それからね、ごめんなさい、音はね、これはね A 管なんですけれども、音は一番インディアンフルートが安定する音、この左手の3本の指ね、左手の3本の指ね、上から数えて 1、2、3、 3つを全て押さえたね、この運指、この運指で音を出してみましょうね。もう一回やってみますかね。じゃあ今度一緒にやってみましょうよね。じゃあいきましょう。ワン、ツー、スリー、せーの。どうですか、できましたね。そんなに難しくないですよね。じゃあ今度はね、タンギングね、タンギングっていうのは舌をトゥットゥットゥってね使って音を短く切っていくね、その練習をしてみましょう。短く切った音で今と同じことをねチャレンジしてみますね。どんなことかちょっとやってみますよ。
見ててくださいね。どうでしょう、今は太鼓の音ですよね。ドンドンね、ドンドンという太鼓の音に合わせてフルートもトゥ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 っていう風に音を出してみました。そうするとよりなんていうのかな、その太鼓と太鼓と太鼓の間のシャカシャカっていうリズム、ね、シェイカーの音が意識できますよね。でそれをやっぱ感じることっていうのが大事なんですね。じゃあ今度は一緒にやってみましょうか。いいですか。いきますよ。一緒に。ワン、ツー、スリー、せーの。どうでしょうね、大丈夫ですね。まあ、できたらね、いろんな音でやってみてもいいかもしれませんね。はい、ではね、今度は好きなことやってみましょうかね。4拍で、これちょっと難しいかもしれませんよ。いいですかね。今は同じ、なんていうのかな、この音をね、上から3つのフィンガーホールを押さえた音しか出してないんだけども、この長さの中でできることをやってみましょうかね。まあ、は一番やりやすいとすれば、とかね。まあ、太鼓と同じタイミングでこう指を開けていったりとか閉じていったりとかすればいいわけですね。まあ、それ以外にもね、いろいろできると思うんですけど、まあちょっとやってみましょうね。聞いてみてくださいね。実演ですね。よいしょ。やってみますよ。でしょうね、ちょっとまあ長かったですけれどね、やることはね、お分かりいただけたんじゃないでしょうかね。もっといろいろ難しいこともねできると思うんですけど、まずはちょっと単純なことからね始めていけばいいかなと思いますね。じゃあ今度はね、まあいきなりね一人でやるっていうのは難しいと思いますから、僕がジェスチャーしますから、さあどうぞってジェスチャーするからね、しますから、それで吹いてください。それで、音を閉じるとき、ね、やめるときはまたこういうふうにしますね。こういうジェスチャーしますよ。いいですか？ですから今からは、太鼓の音しか流しません。じゃあ行きましょう。1、2、3、せーの。
どうでしょう、長く続けてるとね、なんかどっちがどっちだか分からなくなっちゃったんですけど、ごめんなさい。まあ適当にというかね、楽しんでやっていただければと思います。じゃあね、今度はね、さらに難しいことをやってみますよ。いいですか。僕が先に4拍を演奏するので、その後の4拍続いてあなたがね演奏してください。そうしたらまた次に僕入りますからね。そうするとなんか掛け合いになりますよね。いいですか。で、これ今 A 管ですけれども、 A 管じゃなくても別に大丈夫だと思います。まあ調がちょっと違いますけれど、それはそれでまた新鮮な感じがして面白いと思いますのでね、ぜひ一緒にちょっとやってみましょうね。いいですか。じゃあやってみますよ、ね、1、2、じゃあ僕からいきますよ、せーの。どうでしょうね、なんかちょっと面白いデュエットができたんじゃないでしょうかね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、フルートで克服できるのリズム音痴ってことでね、いろいろと解説してみました。今回のこの動画が面白かったよとか役に立ったよという方ね、ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録ね、あとコメントなんかもね受け付けてますので、ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。